学んだっていう言葉を英語に直して Learned っていう言葉があるんですけれども、その曲を歌いたいなと思います。聴いてください。今日は三重県の鈴鹿というところから歌を歌いに来ました。相変わらずな感じでちょっとね最初圧倒されたんですけれども、ちょっとやっぱ心が落ち着いてきて出てきました。一生懸命ね今から自分の歌を歌っていこうと思っております。隣の神戸むちゃくちゃ僕最近ちょっとライブとかをしていたんですけれども、まあ三重県というところから神戸に行くのに結構まあ2時間半とか高速とかでね、かかっ
ちゃうんで、まあ、せっかくでいろいろ観光して神戸のいろんな街を見たいなって思いながらこう観光していて、新神戸駅の駅が僕すごく気になって、なんかどう気になったかって言われたらこうもう景色自体になんか覚悟みたいなのを感じて、これもうわけわからんわという方は絶対あると思うんですけれども、でも僕的になんかその駅に対してこういろんな人が集まっていろんな覚悟を持っていろんな場所に行くなみたいな、そういった覚悟をその駅を見た時に何となく感じて作った歌が1曲あります。今日の最終っていう歌なんやけど、今から1曲お届けしたいなと思います。よかったら聴いていてください。今日の最終という歌をお届けしました。
この後はエイクラ7、間違えた滝千奈美ちゃんの出番になります。ぜひよかったらこれ、あ、そうやね、潰しちゃいまいでよ、申し訳、滝千奈美ちゃんがこの後歌います。あと1曲だけ歌って山口孝真さんお会いにしたいなと思います。CD 持ってきて、まずよかったら声かけてください。あとは、11月の11日に僕普段名古屋を中心に活動しています。名古屋のライブバーウーリーというところで1年8ヶ月ぶりにワンマンライブが決定しております。チケットの方昨日から発売となって、今日は、1枚でも多く、いろんなもの含めてなんですけれども、届けたいなと思っております。ぜひよかったら、でも今日はまずは本当に仲良くなっていただく気持ちで、喋りかけてくれたら嬉しいなと思います。ということで急になんですけれども、晩ご飯時ということでご飯物の楽曲を1曲歌って終わりにしたいなと思います。牛丼の歌、英語に直してビーフボールという歌です。山口孝真選手、よかったら聴いてください。
ちそうさまでした。ありがとうございます。山口さん、山口さん、ビーフボールをお届けしました。ありがとう。ありがとうございました。では、各地のみちゃんと交代したいなと思います。ありがとうございます。